ですね。もうめっちゃ今ちょっと聞きながら逆に盛り上がっちゃいました。はい、コニーフランシスバケーションをお送りいたしました。さあ次の曲はバケーションつながりでもう一曲、前回ジオンジェットをご紹介した時に私はゴーゴーズ派だったんだとさらりと言ってしまいましたけれどもね、まあなんだろうね、プリプリ派かショーヤかみたいな、そんな感じのランナウェイズ派かゴーゴーズ派っていう、まあそんなぐらい軽い気持ちで、まあ、私はゴーゴーズ派だったっていうだけなんですけどね。はい、ということで、まあ、バケーションつながりで、もう一曲バケーション行ってみたいと思います。38年前1982年の大ヒット、ザ・ゴーゴーズでバケーション。ではザ・ゴーゴーズバケーションでした。ショーヤのメンバー元気かななんて曲を聴きながら考えてましたが、そうね、プリプリとショーヤと本当にゴーゴーズとランナウェイズみたいな差があったけど、意外とでもさ、プリプリもね、中山さんはどっちかというとランナウェイズだし、ショーヤの方もみっちゃんとさとちゃんのリズム隊はね、意外とゴーゴーズ好きの派だったんじゃないかななんて思いますからね。まあミックスされてたんでしょうね。なかなかちょっといい例えだったなと思いながら聞いてました。ザ・ゴーゴーズバケーションでした。キスタに代わりアンロックザハート変わっては青春の曲です。今回リクエストしてくださったのは60代の男性の方、滋賀県にお住まい、青春の曲、私の青春の曲は尾崎亜美さんの瞑想です。40年以上前の話ですが、大学のサークルで先輩に勧められて耳にしました。今でも新鮮な輝きが耳に響く名曲です。以前松田聖子さんつながりで番組の中で亜美さんの話が出ていましたね。岸谷さんは亜美さんとお会いしたことありますか？いつか岸谷さんと亜美さんのヒットメーカー対談を聞きたいと密かに期待しています。
これからも番組長く続けてください。ありがとうございます。八尾井さん、60代の男性の方、滋賀にお住まい。そうですね、尾崎亜美さんね、某テレビ番組で、ご一緒したことがあります。ね、本当にたくさんの、ヒット曲でも、本当どの曲もとっても素晴らしく、なんて言うんだろうな、世界観もあるし、とても素晴らしい才能の持ち主だなと思います。では、この八尾井さんのリクエスト、皆さん聞いてみましょう。これはちなみにね、44年前1976年のデビューシングルだそうです。なるほど、私が9歳の時に、亜美さんはデビューしているということです。大大先輩ですね。では、八尾井さんのリクエストにお答えしましょう。尾崎亜美さんのデビューシングル、瞑想。